では、続きまして、岡和子さんによる JSON SQL インジェクション脆弱性と、そこから学ぶセキュアプログラミングの原則です。よろしくお願いします。はい、こんにちは、岡和子です。今日は、今話しかけのタイトルについて話したいと思います。ということで、一応自己紹介です。まあ、専門分野は、ネットワークとか、ウェブ関連のアーキテクチャとか、それにまつわるプログラミングとか、になってますということで、過去にやってきた仕事、まあ、こういう形ですが、主にインフラ系とか下回り系のパールモジュールとかですね、まあ、SQL 関連とか、あとまあ言語とかパーサーとか、そういったものを、主な、仕事にしていますと、いうことで、今日話すこと大体4点ありますと。まあ、第1点は SQL クエリービルダーっていうものがそもそもどういったものなのかっていうことをまず整理して、次に JSON SQL インジェクションっていうのがどういった、攻撃手法なのか、脆弱性なのかという話をします。で第3の点として、じゃあそれに対応するために SQL メーカーでどういう変更を入れて、関連して SQL クエリーメーカーっていうモジュールを作った話と、第4点としてじゃあその辺から学べる、セキュアプログラミングの、教訓って何かなという話をしたいと思いますということで、まず第1の話ですね。そもそも SQL クエリービルダーって言われてるものは一体何なのかって話です。この図を見ていただければ分かると思うんですが、 SQL クエリービルダーっていうのはちょうどデータベースの API と ORM ライブラリの間にあるものですということで、何らかの SQL を組み立てるためのライブラリってことですね。ORM ライブラリっていうのは、アプリケーションが定義する DDL を知っていて、例えばこのユーザーテーブルがどういう関連性を持っているかとかですね、どういう絡みを持っているかとか、そういったことを知っているのが一般に ORM ライブラリですが、SQL クエリライブラリ、クエリビルダーっていうのはその下にあって、DDL の定義の意味は知らないと。ただクエリを構築するための便利なライブラリであるといったような位置づけのものですということで、クエリビルダーは ORM の一部であることもありますし、ORM とは別に、存在することもありますということで、その、まあ、ポピュラーな実装ですねとしては、例えば SQL Abstract、これだいぶ古いモジュールですが、あるいは SQL Interpreter ですとかですね、あとは、今回話で出てくる SQL メーカーっていったものがあります。でさっきの ORM との関連でいうと、例えば SQL メーカーっていうのは、Tengu っていう、まあ、日本だとポピュラーな ORM ですが、Tengu の下にあるのが SQL メーカーという形になっていますということです。でクエリビルダーって、とっても便利なんですよね。何が便利かっていうと、ハッシュレフやアレーレフを使って、いろんなクエリ条件を、生成することができると。例えばここに上がっている例で言うと、フーが123っていう形で、まあ、ハッシュ的な記法を使ってやると自動的にインクエリに変わるとかですね、あるいはハッシュレフを使ってこうやってやると、フーが30以下って書くとですね、まあ、そういう形の SQL に変換されるとか、まあ、そういったような便利なものですということで、さっき挙げた、SQL クエリビルですね、いずれもこういったような API をサポートしていますと。でじゃあ、まあ実際サンプルを見てみると、例えばトクヒロムってユーザーを探すためには上のようなクエリを書けばいいし、トクヒロムとヤッポを探すんだったら下みたいな、2つ目ですねみたいな形を書くと、1個目だとインクエリだ、イコールだったのが2つ目だとインになりますという形になります。あるいは3つ目のやつですね、エイジが、ダイナリみたいな形で書くと、オーバーエイジ枠の人たちを探すことができるとかですね、あるいは、特定の人を消すんであればこういう風に書けるということです。でまあ、これ単なる SQL の違う書き方かっていうと、もうちょっと便利な点があってですね、じゃあ例えばさっき、インクエリーの例を挙げましたということで、配列ハッシュレフを渡すとインになりますって話しましたが、空のハッシュレフを渡すと、必ず、合致しない条件になりますということで、SQL のインクエリーって必ず中に1個以上引数書かなきゃいけないんですよね。でも、プログラムで書いてたら、空の配列を渡したら常にマッチしないような条件を書きたいっていうのは当然需要としてあるので、こういったような変換ができたりとかですね、あるいは、その一番下の例ですね、そうですね、おっさんになった人たちを探すためにはこういった形で、複数の条件を書くと自動的にアンドで、男性のみといったような書き方ができるので、まあ、何かと便利ですということですね。いちいち SQL 書くのめんどくさいしということで、まあ、比較的使われている方も多いかと思いますというのが、まあ、SQL クエリビルダーの復習で、じゃあそもそも JSON SQL インジェクションが何なのかという話を次したいと思いますということでですね、特に JSON においてはなんですが、ユーザーからの入力っていうのがプログラマーが予測している型ではないことっていうのがあるんですね。で、ここに挙がっている、プログラムの例っていうのは、
どういう API かというとですね、これ、JSON で指定されたブログ ID のブログについてエントリーの ID とタイトルの一覧を返す API ですということですね。何やってるかって言ったら JSON からブログ ID っていうフィールドを引っ張って、それを ID っていう名前でブログエントリーステーブルから検索するということをやってるわけですが、実はこのプログラムには脆弱性がありますと、っていうかバグがありますと。何がバグかというと、じゃあここで JSON ネームに入ってくる値が、まあ、スカラだったら言ったように動くわけですよ。例えばブログ ID に123っていう数字が入ってきたら、まあそれに対応するのを引っ張ってくるけども、ここがスカラじゃなかったらどうなるのかっていうのが問題になるわけです。で、例えばですね、ここでブログ ID の中身がハッシュで、代替引数がノットイコールでマイナス1だったというのが入ってくるとですね、さっきのクエリーがここに赤字で書いてあるようなクエリーになりますということで、ブログエントリーズテーブルから ID がマイナス1でないテーブルを行を全部引っ張ってこいと、そういうクエリーになりますということで、結果すべての、テーブルの行が返されてしまうといったような形に、まあ、不正な形で使用されると、プログラマーが意図してない形で使用されると、いったようなことが発生しますと。で、じゃあこれってでも実際攻撃に使えるのみたいな話があると思うんですが、使えますと。じゃあどういうふうに使うのかということで、Twitter みたいなアプリケーションの例を挙げたいと思いますということで、これがどういう API かっていうと、自分がフォローしている、ごめんなさい、自分のことをフォローしているユーザーのツイートを見るみたいな機能だと思ってくださいと。で、この場合って当然プロテクテッドなユーザーのツイートって見れちゃまずいですよね。自分をフォローしてくれてるプロテクテッドなユーザーのツイートは見れてもいいけど、全然関係ないプロテクテッドユーザーのツイートは見れちゃダメですというのが、まず前提としてあります。で、まあ、その場合、こんなような行動を書くわけですね。まず最初に、その指定 JSON で指定されたユーザー ID が、自分をフォローしているかどうかを isFollowing っていう関数でチェックして、で、フォローしていればそのユーザーのツイートを返すというような行動になっています。で、そのフォローしているかどうかを確認する isFollowing っていう関数は何をやってるかっていうと、このフォローイングテーブルからユーザーイコールダラユーザー&フォローイングイコールダラフォローイングっていう形で1行以上のデータが返ってきたらこのユーザーをフォローしているということが分かるから、これは isFollowing の条件が true になって、実際に結果が表示されるといったような API の設計になっています。でですね、ここにさっきと同じようなパターンでやっぱりハッシュを突っ込んでみるんですね。じゃあユーザー ID のところに今度 not イコール1を入れてみましたということをやってやるとですね、この赤字で書いてあるように isFollowing の生成するコードっていうのが、ユーザーが自分で、フォローイングが not イコールマイナス1になるので、自分をフォローしているユーザーが1人でもいれば isFollowing 関数常に true を返すようになるわけですね。なので isFollowing 関数が true を返しますと。で、じゃあ次にその、上のオレンジで書かれているツイートですねがどういう、その指定されたユーザーのツイートを返す、SQL がどういうクエリになるかっていうと、今度はユーザーのところにやはり not イコール1が返るので、このサービスを使っている全ユーザーのツイートを全部返すと、いったようなクエリに変わってしまうという形になって、結局自分をフォローしてないユーザーのプロテクテッドなツイートも見えてしまうといったような形で情報漏洩につながるわけですということで、これが実際の攻撃ベクターの一つですね。こういったような攻撃が可能になります。で、じゃあ何が問題なのっていう話で、さっきハッシュを使ってノットイコールを指定してたけど、じゃあそれが問題なのかっていうと実は違います。ハッシュだけじゃなくって、アレイを使っている場合にもやはり問題になるんですね。で、じゃあ今度はさっきみたいなケースでユーザー ID に、配列でですね12と34というのを指定された場合のことを考えてみましょうということで、そうするとまず下の方から見てほしいんですが、isFollowing 関数が生成する SQL がどういうものになるかっていうと、ユーザーがそのセッションのダラーユーザーで、Following の方に in が入るわけですね。で、こういうふうな形で入ると、じゃあ ID12 の人か ID34 の人のどちらかが自分をフォローしていた場合に1行以上のデータが返るので、この isFollowing 関数の一番下ですね、 return at ダラーローズ not equal 0の条件が true になると。なので、1人以上のユーザーが自分をフォローしていれば指定された全ユーザーのデータが返るようになってしまうということで、やはり情報漏洩につながるわけですと、いったような問題がありますということですね。はい、ということで、じゃあこれって、まあ、パール特有の問題なのか、それとも他の言語でもあるのみたいな話も当然出てくるわけですが、
答えはですね、パールだけの問題ではないという話になりますということで、例えば Ruby on Rails に関しても、さっきのような、スカラーとインを自動的に切り替えると、JSON に入引数に入そうですね、 Ruby on Rails の OR マッパーは、引数がスカラーであればイコールのクエリを作って、引数が配列であればインのクエリを作るというような機能があるので、やはりさっき言ったような問題がありますということですね。でこれはまあ、Ruby に関係なく、例えば PHP とか Python でも多くの ORM がこういう設計になっていると思います。ということで、じゃあこの問題って、やっぱ JSON, に JSON だけなんだよねっていうような話もあると思いますが、実は答えは Yes でありノーですと。でなんでかっていうとですね、PHP とか Ruby on Rails のクエリパーサーですね、フォームのクエリパーサーっていうのは実は構造化されたデータを返すことがあります。まあ、この機能ラジオとかチェックボックスとかで皆さん使ってるかもしれませんが、クエリーのところに ID イコール1って書いたら ID が1っていう、まあ、シンプルなハッシュが返ってくるんですが、 ID カッコカッコって書くと、これは引数が配列ですよと指定することになるので、こういった形のクエリパラメータを攻撃側が指定することで、さっき言ったようなインクエリを作り出したりとかですね、あるいはその下の例ですね、ユーザーカッコネームイコールヤッポみたいな形でハッシュを作り出したりすることができますということで、あるい、そうですね、こういう PHP や Ruby on Rails みたいなこういう構造化された、クエリをパースできるような、クエリパーサーを使っている場合、あるいは Perl でも、そういったものをサポートするようなデータネステッドパラムスみたいなモジュールを使っている場合には、フォーム由来の入力に関しても同様の問題が発生することがありますと。あるいはカタリストをですね、使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、カタリストに関してはいちいちカッコカッコって書かなくても、ここに上がってるクエリーハテナ ID イコール1 and ID イコール2みたいなケースだと自動的に、RLF になるような機能が入っているので、やっぱりこの問題抱えてますと。ということで、まあ、Perl でも問題が出ることがありますが、効果不効果 CGIPM あるいはプラックに関してはここは、うまい具合に返していると、こういうふうな、かっこいい機能をつけていないということで、問題は発生しません。念のために言っておくと、宮川さんはこういうのは怖いからつけなかったと言ってました。はい、ちゃんと考えてるな、偉いなって感じですね。はい、ということで、じゃあこの問題に対処するためになんか SQL クエリビルダーできることがないのかっていうので、作ったのが SQL クエリメーカーと、SQL メーカーのストリクトモードっていうやつですと。でそれの紹介をしたいと思います。まず SQL クエリメーカーが何なのかっていうのを、まあ、ざっと説明するとですね、要はハッシュレフとかアレーレフで、条件を指定するんじゃなくて、もう関数を使って指定するようにしましょうということで、例えば イコールであれば SQL EQ みたいなので作ればいいし、インだったらああいう形の関数を呼ぶと SQL インとかですね、あるいは AND だったら SQL AND っていう関数を呼んでやれば、それに対応する条件式が生成されるというような形にしてやれば問題ないよねということです。で、攻撃を防ぐための方法としては、SQL メーカーにストリクトモードっていうのを足してやって、これが引数にさっきみたいなケースで RLF とかハッシュレフが来たら例外を投げるというような機能を追加しました。でじゃあその SQL クエリメーカーの方で、例えば SQL EQ とか SQL IN とか関数を読んだ場合にどうやってるかっていうと、内部的にはここに書いてあるようにブレストリファレンスを作ると、まあそうですね、ブレスされたオブジェクトを作るという形にして、でそれだけはどうすることを SQL メーカーの中でやるというのがこのストリクトモードになります。なので、例えばさっきのコードに戻りますけども、このコードですね、さっきは、JSON の、$JSON のユーザー ID がハッシュレフだったり RLF だったりしたり問題したら問題が出たんですが、今度は、そこがハッシュレフや RLF だったら SQL メーカーに渡ってきた時点で例外が発生するので、情報漏洩は発生しませんというのがこの SQL メーカーのストリクトモードですねになりますという形で、上のように、ストリクトイコール1って書いておけばいいという形になります。で、まあ、このコードは、全然変更が、まあ、ほぼ変更がなかったんですが、ただそのさっき説明したように、例えばインの書き方とかですね、 LT とかそういう演算子の書き方が変わっているので、ストリクトモードに移行するためには、こういったような形で、書き直す必要が出てくるケースもありますということですね。でちなみにこれに関しては、Teng の 0.24 以降で、このストリクトモードを指定するような機能が入っているので、Teng の 0.24 以降を使っている場合は、まあ、こういう形で指定することで、自動的にストリクトモードにして、今説明したような SQL IN とか SQL EQ とかそういったような関数を使ってクエリを書くことができるようになっていますということです。
で、じゃあここから学べる教訓が何なのかっていう話をしたいと思うんですが、やっぱり一番大切なことっていうのは入力値を検証するってことなんですね。で、入力値を検証するって言った場合、皆さんよく値を検証することにフォーカスされると思いますが、実は値だけじゃなくって型もチェックしないとダメだよっていうのが今回の話になります。例えばデータベースに渡す値は数字だからで任意の数字でいいやみたいにするんじゃなくって、じゃあここ数字だったら必ず型が本当に数字なのかっていうチェックもやりましょうという話ですね。で、じゃあこういうチェックをどこでやるかっていう話で、本当であればコントローラーでやるべきですと。例えば、外部に公開している API のコントローラーは全引数について型をチェックするみたいなことをやらなきゃいけないと。まあでもめんどくさいですよね。例えば JSON のコントローラーでやって、フォームのコントローラーでやってとか全部いちいち書いていかなきゃいけないのでめんどくさいので、まあ、あ、ちょっと待ってくださいね。なんか Java のアップデートが来ましたね。はい、Java なんか使うの良くないっていう話ですかね。はい、まあめんどくさいんで、SQL メーカーのストリクトモードを使うとか言ったよ。おー。は、仕切れましたね。はい、まあそういったような形で、SQL メーカーのストリクトモードを使ったりしてごまかすといったようなこともできますということですね。あるいは最近の何でしたっけ、パール 5.20 だと、シグネチャーズとか入ってるので、その辺であのシグネチャーにアノテーションつけて自動でやるとか、そういったようなものを誰か作ってもいいのかなとか、まあそんなことも思ったりとかしてますと。まあただいずれにせよバリデーションは重要ですので、ユーザー入力はちゃんとバリデートしましょうっていうのが第1点で、第2点としては、まださっきの影響が残ってますね。第2点としては、まあ、フェールセーフなコードを書きましょうということで、うっかりバリエーションを忘れた場合に情報漏洩しちゃいますみたいなコードを書くのやめましょうということで、何が問題かっていうと、パールだったらついつい入力値があれだったらこう、SQL インみたいな形で示したように、それぞれ違うメソッド名をつけるとかして、例えばアレだったらこのメソッドを呼ぶと、あの複数のユーザー探すんだったらこのメソッドを呼ぶ、1人だけ探すんだったらこのメソッドを呼ぶとか、そういったような形でコードを書いた方が検証も容易になりますし見通しも良くなりますのでおすすめですということですね。で、ただそうは言っても、常にそういう、型によって関数を分けるっていうのが、うまくいくとは限りませんということで、実際に SQL クエリーメーカーでもさっきブレストリファレンスを使っているという説明をしましたが、そういったような手法っていうのは一般的に使われます、こういった場合。ということで、ここに挙げている例はテキストマイクロテンプレートっていう、まあ、あの昔私が作ったテンプレートエンジンの例なんですが、多くのテンプレートエンジンですね、テキスト X スレートとかも含めて、自動エスケープみたいな機能をサポートしていますと。これ何かっていうと、二重エスケープを防ぐためにブレストレフを使っているんですね。あのここで出てくる例で言うと、これまあ、テキストマイクロテンプレートのエスケープ関数ですけども、すでにエスケープされているかどうかをブレストレフかどうかでチェックしているっていうのが、下から5行目ぐらいの、リターンイフ文になりますというチェックをやって、エスケープされてなければ返すみたいなことをやっていると。こういう形にブレストレフを使うというのが、一般的な慣習になっているので、こういったような慣習を使って型をチェックすると、型判定して動作を変えるということは、皆さんやってもいいかと思いますと。で、ただそれをやる上で注意が必要なこととしては、YAML とかストラブルみたいなあのブレストレフを返すことができるそのシリアライザーですね、シリアライザー、デシリアライザーをユーザー入力を扱うために使っちゃいけないと。例えばユーザーが、YAML を送ってきますと、でそれをパースしてやりますみたいなコードは書いちゃいけませんと。なぜかっていうと、じゃあ例えばそこで、さっきのエスケープされてますよみたいなフラグを立ててユーザーからデータを送ってこられると、それはそのまま HTML として素通りしちゃうんで XSS が成立しますとかですね、あるいはストラブルだと任意コードを埋め込めるのでエバルができるようになっちゃいますとかですね、そういったような問題があるので絶対に YAML とかストラブルをユーザーが送ってくるようなウェブ API みたいなのを開発やめましょうと。そうじゃなくって JSON みたいにスカラーとアレーとハッシュしか送ってきませんみたいな、そういったようなものを使うようにしましょうというのが3つ目の点になりますというので、私からの話は以上になりますということで、この話はですね、もともとこの脆弱性に関して発見していろいろ報告してくださった、弊社の、まあ、杉山ですね、あと、まあ、本件に関して、修正をですねいろいろ動いてくれた徳弘元所要号、あと、まあ情報いろいろくれた宮川さんと、他の言語での、問題を調査してくださった徳丸さんみたいな人に、謝辞が行きますということで、私からの話は以上になります。ありがとうございました。